新元は台湾の台東県出身のプロ野球選手。2004年にシアトルマリナーズと契約。マイナーリーグでたびたび高打率を記録したシュアな打撃に俊足を持ち合わせる。2006年開幕前の3月に開催された第1回ワールドベースボールクラシックのチャイニーズ台北代表に選出された。同大会では1次リーグの中国戦で。 WBC 初の満塁本塁打を記録している。シーズンでは、オールスターフューチャーズゲームに、同じ台湾出身の古金流と共に選出された。オフには、第16回アイブフインターコンチネンタルカップ、ドーハアジア競技大会のチャイニーズ台北代表に、選出された。アジア競技大会では、優勝を果たした。2009年は、オークランドアスレチックス、2010年は、 ピッツバーグパイレーツ参加のマイナーチームでプレーした。11月に開催された杭州アジア競技大会の野球チャイニーズ台北代表に選出された。同大会では準優勝を果たした。2010年12月21日に開催された CPBL のドラフト会議で統一ライオンズから1位指名を受けた。2012年9月21日に2013ワールドベースボール クラシックチャイニーズ台北代表に選出された。オフの11月には第3回 WBC 予選前にキューバ代表との国際親善試合であるサンダーシリーズのチャイニーズ台北代表に選出されている。2013年1月14日に第3回 WBC 本戦のチャイニーズ台北代表に選出された。6月13日の議題、ライノズ戦では CBBL 史上初となる、初回戦闘打者初級本塁打を記録するも、1回裏、コーコールドが宣告され幻となった。2015年9月30日に2015、WBSC プレミア12、チャイニーズ台北代表に選出された。2016年開幕前の1月29日に、侍ジャパン強化試合日本 VS チャイニーズ台北の、 チャイニーズ・タイペイ代表27名に選出された。2017年1月23日に2017、ワールド・ベースボール、クラシック・チャイニーズ・タイペイ代表に選出され、2大会連続3度目の選出を果たした。2020年7月24日の中心兄弟戦で、CPBL 史上26人目となる通算戦安打を放った。 8月26日の富国ガーディアンズ戦では、c p b l 史上24人目となる通算100投塁を決めたことにより、c p b l 史上8人目の千安打、100本塁打、100投塁を達成した。最終的には3年ぶりに100試合以上に出場し、規定打席に未到達も、打率、出塁率、超打率、オプスなどで、キャリアハイの成績を残した。ありがとうございます。